皆さんこんにちは、ブームアップゲームズの河合です。こんにちは、矢吹です。何今の。いや最近パントマイム、ガラスの仮面にハマってましてですね。あいやあの子は恐ろしいね。マヤ様はすごいね。うん、今ね、あの2人の仮面っていうところのなんか舞台に入る前のところまでなんですけど、はいはい、いやー熱いね。少女漫画にここまでちょっとハマると久しぶりでしたね。この前確かなんか別の漫画にハマってましたよね、君に届けつか。そうそうそうだから君の名は、名はってまだ映画やってるじゃないですか、はいはい、それの話題が出るたびに君に届けたらちょっとごちゃごちゃになっちゃうんですよね、名前的に。なるほどね、はい、さて皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日のほぼ最速ガチャ実況は、フェイトグランドオーダーバビロニアピックアップ召喚です。はい、1週間前にバビロニアピックアップをしたばかりなんですけど、そうですね、こっちがもともと21日まで、はい、まあもう今延長されてますけど予定だったので、はい、それ以降になるのかなと思ってたんですけど、結局1週間後にまさかまさか延長かかりつつ、うん、2入っちゃいましたね。入っちゃいましたね。いやでもまあ欲しい人は結構ストーリー、あのここら辺はやっぱりちょっとネタバレになっちゃいますけど、まあね、ストーリーが終わってからちょっと追加されるキャラたちなので、まあ、PV をご覧になった方は、うん、まあ、このサーバントたちがね、うん、寝るっていうのはご存知だと思うんですけれども、うん、まあ矢吹さんはもうクリアしましたね。そうですね、クリアしたんですけれどもまだストーリー見てないのでこの人たちがどんな活躍をしたのかは正直分かってないです、はい、僕はもうストーリーじっくり見てクリアしたんで、うん、どんなキャラなのかっていうのも把握してます。じゃあこの3体の中で欲しいキャラはやっぱりコアトルさんですか。欲しい、ジャガーマンをホーグレベル5にしたいです。そうなんですよねまあちょっとまあやるにあたってもう結構性能とか出てるので調べてきたんですけど、はいはいはい、ジャガーマン強くねみたいな。ただね、星さんサーバントの中で、うん、ランさんもやっぱ激戦区なんで。そうですよね、はい、もう兄貴っていうもう本当に高性能なランさんいますし、いやまあただね、うん、あの組み合わせればね。そうですね、はい、まあ、しかもあっち耐久こっちアタッカーって考えればそうですね、もう全然組み合わせありますし、はい、でゴルゴーンさんは星4のアベンジャーなんですよね。そうですね、アベンジャーの星4は初ですか。しかもガンク2を、はい、まあ、ジャンヌ・ダルク・オルタ、はい、まあ、どっちも期間限定なので、はい、まあ、工場で入るアベンジャー初めてということで、はい、おやおや、工場で入るアベンジャーもう一人いますよ。あれいたっけマユちゃんが、マユ、アンディ・マユちゃんがもうフレポを100万ぐらい回したんだけどな本当に存在忘れてましたわ。はい、でなんで、うん、アベンジャーとしては現状、うんうん、まだ出てない星3と星4のところに星4枠で入ってきたと。あ、そうですね、はいはい、はい、で星5ケツァルコアトルさんは、うん、はい、こちらライダー、ライダー、ライダー激戦区に入ってきちゃいましたね。単体ですね、はい、でも単体は、はい、そこまで激戦区じゃないと思います今遠回しにメイブさんのことをディスりましたよね。僕はディスるなんてことはもうやらないって決めてるんです、はい、だから名前を出すのはそれはもう河合さんがの潜在意識でそう思ってるからです僕は何も言わないです。何にも言わない、何も言わないです、はい、まあイベントとかね、以前あのもうしっかりとプレイされてる方とかは金時というですね、うん、あの単体超強力宝具を持ったですね非常に強力なサーバントの存在を知っているので、うん、そうですね、はい、あいつがいれば星5は霞むと言っていい、まあ、かなり強力なサーバントだったんで、うん、ただまあイベント自体がもうすでに終了していることと入手手段がないと考えた場合、うんうん、このケツァルコアトルさん、うん、非常に強力なサーバントなので、うん、欲しいですね、うん、まあ、手に入れたいですね。ちなみにボイスはですねシェルノローミでおなじみのエンドアイさんですね。おお、はい、持ってけーですね。はいはいはい、なんでなかなかいいキャラクターをしているということで、いいで、ね、はい、じゃあ欲しいですね、まあ、狙っていきたいですね、うん、でちなみに今回なんですけど、はいはい、まあ、もし、うんうん、守備よく、うんうん、ケツァルコアトルさんをゲットできたら、うんうん、エルキさんをリベンジ。あのね、はい、そんな机上の空論話しても仕方ないと思うんですよ、ライダーだけに。そうねいやまあ欲しいですよエルキルさん、まあ、はい、あとキャスね、めっちゃストーリー活躍したじゃないですか、はい、そうですね、しかも
キャスギルはね、うん、もうホークレベル2までいったんですから。あ、そうですね。そうですよ。まあ、全体の54で、はい、ホーク2までいけば十分な気もしますけど。まあ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 、まあ、3にできれば、まあまあ、聖杯食わせてもいいですよ。うん、確かに、はい、なので、うん、今回は、まあ、バビロニアピックアップ2狙っていきますけれども、うんうん、まあ、まずはケツァルさん、ケツァル守備よくゲットしたら、うん、エルキ行っちゃいたいなって。行きますか。はい、行きますよ。行きたいですね。ちょっともうそろそろだって2016年のガチャも終わりそうなので、本当にそうかな、優秀の美を飾りたいですよね。本当にそうかな。僕一番気になってるのが、これ長くなっちゃうからあれなんですけど、うん、本当のクリスマスがまだ来てないじゃないですか。クリスマス、今日ってまだ12月の半ばなんですよ。後半まで何もないってことちょっと考えにくいですよね。最終章ピックアップ、はい、あ、最終章が入るときにごっついピックアップ始まるぜっていうのがありそうな気がするんですよね。魔人とか来ちゃいますかね。ああ、だって本能寺まだないじゃないですか。ここでまさかのまさかの本能寺が。でも読んだかのっていう、別に起きのってはいらないんだけどな、起きたくんが欲しいんだよな。そういうこと言わない、だって持ってるしもう。はい、じゃあ、はい、じゃあ長々となりましたけども早速聞いていきましょうか、ね、はい、はい、チャレンジしていきたいと思います。また長いって言われちゃう。ではですね、続けていきますよ。あ、よいよ。まあいつも通りのですね、うんうん、まあ、今回148個一周なので、はいはいはい、120個っすか。いいっすね。 あと何万課金すればいいっすかね、これ。終わんねえよ。120個なんで、はいはいはい、とりあえず、はいはい、我々に与えられた石は、はい、40回いきたいと思います、はい、どうします。今までは、うん、僕が流れ作って、で僕が流れ作ったままなんかこう引いちゃって矢吹さんにパスをしてゴミを量産するっていう流れでしたけど、僕そのパスずっとスルーしっぱなしでしたよね、はい、なんかもうラモスが一人でゴールしちゃってるみたいな。あ、ちょラモスもうゴールできるからいいよみたいな。だから僕は、はい、僕からいきますよ。今日は行きます。僕から。分かりました。じゃあ流れを作らずに僕が一人で決めちゃいます、はい、ゴールキーパーがこう投げてゴールキーパーがそのまま走っていくみたいな、はい、ちょっと待ってみたいな、はい、むしろスローインでゴールまで行く、はい、じゃあゴールキックがいきなりもうゴールに行っちゃうみたいな。ナイス。分かりました。任せてください。お願いします。あ、もう10連でいきますか。僕と言ったら10連ですよ。この前単発で行ってひどい目にあったじゃないですか。河合さんも前々回あたりになんか単発10回で確定枠もなかった。全然覚えてない。全然覚えてない。イシタルのことなんて全然覚えてない。今回はガイネレースは特にピックアップとかはないので、はい、ないですね。あれですか、魔性菩薩は今回引けるんですか。あれは確かにストーリー召喚なんでのやつだから多分引けると思うんですけど、魔性菩薩やばいですよね。いや、あれ欲しいですね、やっぱり、はい、ね、あれなんか限界突破しても NP が60になるだけなんですか。そうらしいですね。だから別に1枚でも十分いけるってことですね。確定額を消費しました。レコードホルダー、やばい、これはちょっとやばい。なんか確定額を引いた瞬間にやばいっていうのをなんかもう怖いですよね。確定枠、確定枠、そうなんですよね、はい、お仕事とかがね、もうこのままできちゃえば、これもう我々の中でずっともう決着もつかない話題ですけれども、また欲しいね、その10円がいいのか単発がいいのかっていう話ずっとしてるじゃないですか。どうなんですかね。いや、もう人によってしかないですよね。あともう、はい、引けたらやっぱ単発がいい、引けなかったら単発がいい。すげえ今グッと溜めましたよ。いいね、溜めでしたね今。グッとためからの両札な。おお。なぜかそんな予感がした。ブー、なんでしょうね、ためた瞬間のなんか匂いっていうんですかね、両札さんが来そうな気がするっていう。待ったなみたいな。うん、そうだなっていう。まあでも星の瞑想が3枚に来てますからね。どれも使うかな。コスト調整的に使うかな。コスト調整的に使う。うん、さあ、まだボールは生きてますよ。ボールは生きている。やっぱりまだ、
はい、レベル130になっても、はい、星5全部を貯めたと思ったら終わったな。星4レースを3枚、あれおかしいな。どういうことだよ。どういうことかな。地ならしかな。地ならし。さらちに、ちょっとさらちに。トンボでこう整理する。なるほどね。怪我しないように選手が。そうそうそう、石とかをね、どかさないといけないですからね。わ、はい、かりました。じゃあ、その整地してもらったところで、単発で10回いきたいと思います。まあ、前回はね、ギルがすごいお出ましになったんで、うん、そうですな。大持ちとガッツポーズを取らせていただいたんですけれども。ゴール今回ライダーか。ライダーか。でもなんかドレイクさんとすごい相性良さそうなんですよね。カリスマと自身にスタークリティカル。そうですね、スターを産んでくれれば全然。ドレイクさんでバリッバリスター産んでからの、うん、こう、ね、テザーさんの超強力な単体砲が決まると。そうですね、あとまあクリティカル威力もありますし、ね。でコアトルさんはカリスマと、あと、まあ、2位の単体になんですけど、バスターアップするスキルも、そう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 、まあ、それ自身に良し、君に良しっていう感じで、ね、君に届け、おー、うん、ドレイクさんと組ませたらちょっとやばい性能なんじゃないかなっていう、うん、たださえドレイクさんがね、完結型でね、うん、非常に強いのに。ドレイクは本当にあれですよね、初期型というか初期から犠牲されてるのに変わらない強さ、安定した強さがありますよね、うん、なんか良くない流れだな。何も言わないっす。何も言わない、何も言わないっす、何も言わない。自分に帰ってくる恐れがあるのに何も言わないっす。ジャガーマンさえもこう影も形も見えないんですが、ジャガーマン欲しいですね。どうしたことが、まあ、ストーリー召喚、はい、7章クリア後に追加ということなので、はい、ジャガーマンも、はい、ベティさんと同じ道をちょっと辿ってしまう可能性があるんですね。もうストーリー召喚引かないと限界突破じゃなくてフォーグレベルが上げられない。だからジャガーマンをちょっとって限界突破フォーグレベル上げたい人は、はい、この機会に引くしかちょっとないみたいな。あと4回ですか。あと4回です。いけませんね。どんどんなくなっちゃう。確定枠が治療術で今消費されたところなんですけど、まあ、はい、どうなのかな、どうなのかな。ライダーからのブーリガさん、絵師は同じですね、ジャガーマンと。いやジャガーマンもっと苦笑い、まあ、ストーリーのその戦ってるところしか見たことないんですけど、はい、タイがなんでこんなところにみたいなのありますよね。あれ、矢吹さんと同じ道をたどってますね。今ペアルク、ペアルクペアルクか、あと2台。さあどうでしょうね、どうでしょう、うん、ぐっと貯めてからのサーバントでライダー、ライダー、ブーディカ、絵師、うん、同じなんですね。違う人も来てほしいですね、はい、そうですね、うん、なんでしょうこの流れ。なんかこう先週までの、うん、いやーもう やっちゃったなみたいな感じの低ベロみたいなのが全く感じられないですね。ラスト、オーシット、はい、終わり。はい、選手交代です。はい、どうぞ。いや、こう力入れてもね、あーどうですかね、これどうなんですかこの流れ。まあ行きましょう、行くか、行きましょう、行くか。ここで、あ、なんか光なんか多くない、 大きくないこれ、いけんじゃない。あ、なんかしぼんだタイミング間違った。今さらながら光源郷に頼ってみるっていう。さあ、あまたのオカルトを試してきた私どもですけれども、今回はどのような結果になるのか。基本的にでも光にしか考えてないですよね、はい、あとはもう神社にお参りに行くぐらいですね。あっさしーん、あっさしーんですね。今のところ、うん、ランサー、ライダー、アベンジャー、ライダーはブーリカさんとかだけですかね。
まあアベンジャーここで来たら一発確定ですからね。一発ゴーグルね、はい、そうなんですよね。いやーゴーグルゴーグルなんかもう何も言えなくてって感じになってるんですけど何も言えなくてみたいな、どうなのこの流れって。まあ、星木さんの槍が来てくれれば、はい、まあ、星木さんというか銀カード来てくれれば、はい、まあ、ジャガーマンの可能性もあるので可能性ありますね。まあ、まだちょっとそこら辺夢は諦めない。まあ4、5人いたような気がしますけどはい、確定枠は今のところも消費された後ですね。あーちょいちょい、あーレコードホルダー2枚目、どうしました今日は。やばい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 、もうあかんあかんぞ。あかねえ、そうや。フラグラック今日よく見るな。ちょっと待って、ちょっと待って。まだまだまだ、まだボールは生きてる。まだボールは生きてる。あれ、そうからのブロンズインコミュニケレーター。終わりかな。うわ、きつー。あー、これ、前々回の二の舞になりそう。きつー。これはきつい。ちょっと待ってください。ポションレースを3枚。矢吹さんは今日星4レースを引く機会ですか。3枚ずつ引いてますけど、そういう機会っす、そういう機会っす。マジか、しょうがねえな、そういうマシンっす。敵はわしが取っちゃうけんの、よろしく頼みますよいやこれはちょっと厳しいですね。ジャガーマンのジャの字もないですよ。いやジャガーマンぐらい引けると思ったんだけどな、正直。ケッツァラさんのケツの字もないですね。シリゴルゴンさんに至っては5の字もないと。ゴゴゴン俺はちょっと期待怖いですね。あっ、もう攻撃強に頼りますよ僕も。でもね、はい、正直今引いても、はい、再臨素材ないやん。あ、それね、気づいちゃった。もう最終おー、まあ、ショーンゴンズ来た。これはいい、もう終わりよ。勝ち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 2枚目です。はい、でもさっき言ったようにですね、限界突破しても NP が60になるだけなんですけど、あまあいいんじゃないですか。そうね、いろんなそうね、そうね。まあそう、話さっき途中であれですけど、あれエキサイリン素材、そう、今回のピックアップ2に登場するサーバントたちなんですけど、うんうん、いずれもですね新素材がやっぱ必要なんですよね。ガンド、はい、血統、血統ハリと、はい、タン、タンタンね。しかもタンに至っては一つしか、はい、クエスト一つ、該当するクエスト一つしかないんで、はい、そこだけしか知りたくない。攻略記事の方ですね、7章のフリークエストで新素材がどこで落ちるかというのを、矢吹さんの記事の方でご紹介してるんですけれども、うん、ぶっちゃけですね、この子たちを最終決戦までに育成するのきつくねっていう、まあ、霊気サイリンぐらいだったらまあまあなるとかなるかなと思うんですけど、はい、スキル上げるだけがきついですよね。まあもうでも石じゃなくて今リンクをめっちゃ配られてますから、はい、20何日までかちょっと延長されて、はい、合計28個もらえるらしいですリンクを。ほほう、なんでまあそれをハムハムして最終決戦に挑めばいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ分かんないです。あと絆が重要って言ってるじゃないですか。だから我々の予測では、うん、こうおそらく7章クリア時にも、うんうん、まあいきなり、ね、6章の時点でキマッシュが絆4までだったので、はいはい、いきなりクリアしたから10まで上げられちゃうよとかって考えづらいかなっていうんで、うん、おそらく5まで上げとけばいいだろうという推測だと、すげえ霊装がなんか4以上出るんですけど今11個目ですねどうなってるんですかこれ。おお、やばい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 。さあ、あと4回ですか。なんでおそらく5まで上げればいいかなと思いつつもです、ね、肝心のねスキル上げとかがちょっと、スキル上げするためにも QP も必要ですからね。そうなんですよ。モナリザで宝物庫を周回しながらの第7章を周回しながら、いや全然リンゴ足りないですよね全然足りてないですよね。リンゴも足りなければ時間も足りない。しかも、まあ、タンが収穫するところ全部バーサーカーで、3ウェブ目は20何万 の、 イノシシということで、あ、マチョですね、巨大なやつ、強いやつがいなければ周回するのも難しいということで、
だからもうある程度戦力が整ってる状況じゃないと、うんうん、今このピックアップ2の戦力を加入させたとしても、うんうん、活躍させる機会っていうのが果たしてあるかどうかという話なんですよね。まあ優越感コレクションツイッターとかにおい予備区1枚で引いたいみたいな言いたいなそれ。ラッツジャガーマンのジャの字もありません。ジャガーマン引きたい。もう編集の人がどこサムネに使えばいいんだよ今回って顔してます。前回と同じでいいんじゃないかなあ前回は服装違うからね。ラスツラスト。あ溜めた、ちょっと溜めた。期待しちゃっていいの、期待しちゃっていいの。しかも期待しちゃっていいの。サバからのバーサーか。関係ない、どうも関係ない。両筆おしまい、終了。こんなことってあっていいんですか。いや、いつものこと一緒確かに連想引きましたよ。うん、そうね、11枚引いた魔性菩薩も引きましたよ。そうね、1枚引いたね。ジャガーマンのジャの字もないですよ。なんだろうね、なんですか今回。なんだろうね、本当になんだろうね真顔で言わないでくださいよ今回の結果はこちらです。あー引けなかった。あーもうなんつったらいいのかな。正直ジャガーマン、まあ、さっきから言ってますけどね、引けると思ったんですけどね。なんかこれベティの時も、うん、ベティの時もこんな感じだったような気がするんですよね、うんうん、1枚も来ねえみたいな。どういうことかなっていう。星さんは何だろう、いらない時にたくさん来て本当に欲しい時は何も来ないっていう。来ないですね。何だろう、物欲センサーやっぱし。なんか今回のは、うん、すごい勢いでこう避けられた感じがするんですよね。なんかデンプシーデンプシーの全くヘッドスリップで当たんない感じ、うんうん、はい。今回のバビロニアピックアップ2召喚なんですけれども、まあもう7章をクリアしたよっていう人は、まあ、大体のねキャラクターの個性だったりとか性能とかは堪能されてると思います。たださっきも言ったようにですね、サイリン素材、あとスキル上げ、まあちょっと難しいところもあると思うんですけれども、まあ、いずれもですね強力なサーバントということで、ぜひ使いたいと7章をプレイして愛着湧いたという方はですね、チャレンジしてみるのも一興ではないでしょうか、はい、ちなみにですね、はい、この、はい、1の方もですね、はいはい、31日まで延長されたので、はいはい、ギルガメッシュ、はいはい、エルキ、はいはいはい、であとはメデューサですね、はいはいはい、メデューサリリー、欲しいなっていう方はですね、チャレンジするのもいいでしょうと。はい、まあ、今みたいにですね、どちらの方でも魔性菩薩引けますから。そうっすねなんすかその、そうっすねっていや、はい、僕は引いてないからな。前回引いたでしょ。そうね、うん、はい、はい、まあ今年のほぼ最速ガチャ実況もですね、あと1回あるような気はします。ですな。はい、あのフェイトグランドオーダーで、うん、一応フェイトグランドオーダー以外にもですね、今他のちょっとタイトルとかでも、準備を進めてたりとか、ちょっとそのガチャ実況だけに限らないですね、実況の方もやっていきたいななんて考えてるので、今やってるバグラジーともどもですね、うん、引き続き、ブームアップゲームズチャンネルの方をよろしくお願いいたします。はい、ブームアップゲームズではほぼ最速ガチ実況、フェイトグランドオーダー以外にも様々なゲームをレビュー攻略動画を、ご紹介しております。興味を持っていただいた方はですね、こちらの方からチャンネル登録をお願いいたします。はぁ、あ、どうしたのどうしたの、幸せ幸せが逃げるよ。いや、なんでしょうね、うん、今回いや僕7章、まあ、クリアしたんで、はいはいはい、ストーリーもしっかり見たんで、はいはい、売着が今すごい湧いてる状態なんですよ、うんうん、このままの流れでゲットできたらよくぞ来たっていう感じで、はいはいはい、なんか今日いい夢見られそうだなと思ってたんですよね、うん、多分7章今急いでクリアしてる人とか、うん、最終決戦に向けて、うん、まあやった方はね、うん、今回いいシナリオだなっていうことで、やっぱこれ興味惹かれると思うんですよ、うん、ケンシルよくやったと、はい、この動画を見て改めてですね、自分のお財布と相談して深呼吸をしてからチャレンジしてみるといいと思います。そうね、年末めっちゃお金かかるからねいろんな意味で物入りだからね、年末はね。はい、じゃあ矢吹さん、はいはい、締めの一言お願いしてもよかですか。さっきのが締めの一言でいいんじゃないですか。ため息
そうそうそう。一言。欲しい。次こそは優秀の美を飾ります。はい。だから、はい、5万円分ぐらい用意しておいてください。何回引けんの？1回で140、意識140ですから、はい、45×5、200回。はい、200回。これがあれ、200回あれば引けるでしょう。さすがに1枚ぐらいは引くでしょう。うん。まあ、それ引けなかったら、ほんとドン引きだね。ちょっとね。はい。お後がよろしいようで。はい。それではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。次もよろしく。